やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。ニュースの2023年後半から1年間の運勢を占いたいと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ4つあります。まずオンラインサロンのたまきの人生交渉委員会では、今日の過ごし方注意点とか、週間運勢とかやってます。もう一個のサロン45歳以上のマチュール、無料になったので、ぜひお気軽にお申し込みください。で、猫チャンネル始めました。ツイッターもやってます。ぜひ登録お願いします。で、ズバットタロットは Amazon とかで売ってます。さて、ニュースも1年経ったのでね、占いましょうね。グループの運勢と、一人一人の運勢。はい。で、それぞれの性格は過去動画にあります。多分ね、旧メンバーも全員性格占ってたよね、確かね。そう、固定コメントに貼っておきますね。昔の、2、3年前の動画にありますので。はい。では、早速行きましょう。さて、では、グループの、よいしょ。グループの音声からかな。よいしょ。はい、ズバッと出ました。ほう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 。まず、一言で言うと、堅実な感じに行きそう。堅実着実、真面目に、特に大きな変化も、何?むちゃくちゃ誰か辞めるとかさ、なんかそういうネガティブな変化?そういうのはなさそうだし、彼ら自身はすごい責任感を持って強い気持ちでやっていくぞっていう感じなんだけど、環境はどうも悪いね。そう、環境が悪いってなんだっていうと、なんだろう、このちょっと軽く見られるっていうか、彼らはもっとやりたい、もっと責任感のあることをしたい、自分たちは責任を持ってやってるみたいな強い信念があるんだけど、あんまりそういう風に使ってもらえないっていうか、うん、そんな感じがする、うん。重要なことをやらせてもらえない感じ。うん、それがなんか軽くが使われるみたいな感じがするかな。うん、ちょっと過去から行こうかね。ルートに入ったら起こしたときの方が。やる。うん、いいよ。寝てて。息子がね、また熱出して。多分違う感染症にまた、この前治ったと思ったら、一週間前また違う感染症になって、お熱出ちゃってね。すいません。今入ってきたんだけど。過去から行きますね。過去、ワンドの橋の逆。まあなんか何か妨害とかね、何かが遅れるとか、なかなかうまくいかないのが過去にありましてですね。今現在は、その堅実着実に行くって言ったじゃん。そのカードが今現在と可能性のところに出てるのね。うん。彼らとしては、まあなんか不利な今の状況、まあジャニーズをめぐるなんかね、ネガティブな状況が今取り巻いておりますけれども、不安もあるよ。不安もあるし、この先どうなっちゃうんだろうっていうのもあるんだけど、自分たちは迷いはないですっていう感じ。うん。ニュースとしては何の迷いもありません。うん。自分たちのやるべきこと、権利、所有、仕事、ね、かっちりした安定、自分たちが自分たちであることを着実に守っていく。やる気を持って、情熱を持って、守っていく。ただそれだけです。何の迷いもなく、自分たちは突き進んでいくだけです。みたいな、超強い信念があって、頼もしいです。グループの思いとしては。だから一致団結してる感じ。でね、近い将来にも、情熱の、ね、シンボルみたいなカードが出てる。情熱やる気みたいな。うん。新たな情熱がさらに湧いてくるみたいな。感じで。で、長期的に見てもね、この立場のところにさ、ソードのクイーンに皇帝があって、
うん、もう自分たちは本当に今のこの立場とか仕事とかに責任とかやりがいとか、あとリーダーシップね、もうかなり先輩だもんね、ニュースもね、うん、自分たちが引っ張っていくんだみたいな、そのくらいの強い責任感、リーダーシップを感じていて、彼ら自身の覚悟としてはめっちゃ強いのよ。だがしかし環境と最終結論が、カップのキングとワンドの国が逆見ちゃって、そう、さっき言ったようにあまりそんなに彼らのやる気と反比例するかのように、なんかどうも重要な仕事、責任感のある仕事がないみたいな感じで、あんまりこう存在感として出させてもらえない感じがするかな。まあ、特に大きな事件とかそういう感じではないんだけど、ちょっと彼ら自身としてはもっとやりたいのにみたいなモヤモヤ感があると思う。対策終点恋人ね。でも三人で力を合わせてこれからもよくコミュニケーションとってやっていけば大丈夫よみたいな感じかなね。一団結してみたいな。うん、はい。続いて小山さん。小山さんね、お姉さんだっけ、妹お姉さんとなんか やってる一緒に。お姉さんなんか炎上してなかった、お前。何の人だっけ、何か炎上したような気がするだけうっすら覚えてんだけど。ズバッと出ました。小山さんめっちゃソードのカードがいっぱい出んのね。過去もさ、現在の気持ちも、近い将来も、環境も、最終結論もみんなソードのカードなの。ソードのカードって何を表すかっていうと、風のエネルギーで、精神とか知恵、知性、葛藤、勇敢、対立、怒り、悲しみ、言葉、戦略みたいな、なんか、あと情報とかさ、なんかそういう風の時代ってね、聞くでしょ、あの風よ、うん、情報とか言葉とかコミュニケーションとか、まあ、時に対立とかね、そう、それがいっぱい出てんだよね。小山さんは慌ただしそうね、なんかね、情報に踊らされ、でも彼自身も情報をなんかこう扱い、操作し、みたいな。なんかそういう感じ。情報とか言葉とか、そういうものにこう、翻弄されそうな一年間だと思う。ね、例えば、なんか変な風に報道されるとか、逆に彼もそういう報道を使ってやろうみたいなこととか、なんかそういう、なんか情報とか、コミュニケーション、との戦いの一年間みたいな感じなんだろうね。何するんだろうね。なんかね、熱いこう男らしいやるぞみたいな根性ではないんだよね。なんか本当、多分小山さんは一年間情報戦をすると思う。もうね、過去からその情報戦が始まってんのよ。ソードのナイトの逆、なんか衝動性とか破壊的とかさのカードだけど、これだけど、まあまあ多分もう過去から情報に負けたり、なんかそういう争いはもう始まってるのね。で、今現在もうなんかね、ソードのページの逆ってスパイとかさ、なんかすごいもう警戒しまくってずる賢いみたいなカードなんだけど、周りに対してもかなり警戒モードマックスなのもあるし、でももう自分も情報使ってやろうみたいな、なんかそういう、うん、使われる側としてもう使ってやる側としても、なんかもうなんかこうピリピリした戦いを、もうピンピンとピリピリとした争いを今もまさに続けていて、ちょっと今暴走気味かな。戦車の逆って停止してるか暴走なんだけど、ちょっと暴走してる気がする。で、近い将来もソードのキングでちょっと、ずっとソードなんだよ、だから。近い将来も、まあなんか、
なんか正しいそういう言葉とかコミュニケーション、正しい判断、厳しい情報の使い方みたいなのしそうだけど、これ何なんだろうね。彼の立場、背景にあるものがさ、ペンタクルのクイーンの逆なんだよ、これ。お姉さん。なんだろうな。誰かがさ、がっちり、なんか安定をつかんでるっていうか、誰かに、なんだろうね、これ、ご本人なのか、お姉さんなのか、本当に。ずっと、でも別の女性なのか。誰かがなんかがっちり、なんかお財布の紐みたいなのを握りしめながら、頑張ってきなさいよ、みたいな。自分自身かもしれないけど。なんかそういう、なんだろうな、これ。どうしちゃったんだろう、彼は。なんかちょっと変なことになってるね。ややこしいことになってそうだね。なんか純粋にさ、この仕事の目標を定めて、それに向かって黙々淡々と頑張ろうみたいなんじゃなくて、本当に一言で情報に踊らされ、情報を操りみたいな、本当その一言よ。うん。それでなんか、本来の仕事の姿じゃなくなっちゃってんだよね。で、環境もやっぱ泥棒カードが出てるので、彼からこのなんか、いい情報盗んでやろうみたいな人が周りに渦巻いてるし、でも彼自身もなんか無防、なんだ、警戒しながらも無防備みたいな。わかるかな？いや、もっと警戒しろや、みたいな。もっと警戒しろやっていうか、そこはもっと慎重に行くとこじゃ、みたいなところに限ってなんか無防備だったりして、そうなんで、最終的にソードのエースだから、まあいいカードであるけど、まあ終始、もう一貫して、情報戦の一年です。はい。で、タロットさんからのアドバイスは、さあって、そういう仕事の仕方じゃなくて、着実にね、もうペンタクルの3です。3人で協力して、自分たちのスキルアップをちゃんとしなさいねって。うん、練習とか、スキルアップ。確実に着実に技術、ね、才能をもう開花させるために、こう、努力しろと協力して、地に足つけてくんないかな、みたいなのがタロットさんからのアドバイス。ちょっとそう、なんかね、空中にちょっとふわって浮いた状態、宙に浮いて、地に足ついてない状態で、情報の争いを多分ずっと繰り広げてるのよ。うん。もう、いい加減、ちょっと地にトンってこう、ちゃんとグラウンディングっていうのをね、地面に足つけて、ちゃんと真面目に、まあ、彼としてもはね、やってるつもりだろうけど、そういうやり方じゃなくて、本来の、堅実な、着実な仕事のやり方に戻ろうかみたいなのがアドバイスですかね。うん、何が起きてるんだ？なんかよくわかってないんだけど、大変なの？なんか。いろいろ報道されたりしてるのかな。加藤さん続いて。あ、で、小山さん、点数つけるとしたら、なんだろうね、なんか、仕事っていうか、仕事じゃないところで戦ってるか、なんか、点数がつけらんないよね。うん、でも大事件とかがあるわけではないんだけど、なんだろう、仕事運見たのに仕事のことが出てこないみたいな点で言うと、まあ、20点くらいかな。ちゃんとなんか仕事の世界、仕事の世界っていうか、着実な仕事をする世界に戻ってこようかみたいなやり方に。うん。仕事のカードが一切出てこないっていうね、仕事無駄なってのに、謎の展開になってしまった。ズバッと出ました。ああ、加藤さんね、かなり自信を失いそうだな、なんか。なんか最終結論にさ、このカップの3、こう正位置だとほんと3人で喜び合って、嬉しいね、楽しいねってこう連帯感を持ってさ、喜んでる角なのに逆が出てしまって、ちょうど3人のグループのやつで。なので、なんかね、ちょっと加藤さんは一言で言うと、自信喪失みたいな。ちょっと三人でやっていく自信を失ってしまうみたいな。うん。そういう感じ。なんだろう、グループとしての責任感、強い責任感、なんだったら、この後、マッスーでめっちゃ出るのかな？ね。
マッス一人の責任感なのかな、あのめっちゃ強かったやつ、グループの。加藤さんは、過去にちょっと小休止のカードが出てて、なんか現在のところに皇帝と女教皇が両方逆向いてるから、もうなんだろう。この、これ多分会社だよね。ジャニーズ事務所のやり方のわがままさなのか、まあか、ね、いろいろあったからね。うん。そういうのとか、なんか今回振り回されたことが出てるよね。振り回されたことからは、うん、若干解放されて回復しつつはあると思う。うん。回復しつつあるけど、なんか完全じゃないんだよな。まだちょっと胸の痛みを抱いたまま来ちゃってる気がする。うん。で、近い将来も自信がないカードでしょ？ちょっと自分の仕事になかなか自信が持てないとか、なかなかいい評価が得られないとか、不安感、仕事に対する不安感出てて、一生懸命目標を立てようとするんだけど、それもちょっとね、今、現実逃避っていうかね、若干地に足がついてない感じがするの、夢見がちな目標とかを設定しようとしてないかな、みたいな感じがして、まあ、とにかく加藤さんはカップのカードが多いね。感情をかなり傷ついてきつそうだね。過去からずっと、うん、将来にかけて。多分、うん、傷を引きずって、ああ、きついな、この状態きついな、みたいな。うん。感じをダラダラダラって多分一年引きずっちゃって、うん。なんか、あ、なんか一年経っても自分立ち直れなかったみたいな。どうしてもこの感情の波とか、感情がこう溢れちゃうみたいなのを自分でこう、コントロールできなかった自分に失望もしたりして、うん。なんか三人でやっていく自信なくなっちゃったみたいな、そういう自信をかなり失う一年かな。対策注意点に正義か。正義ってね、バランスのカードなんだよね。何、ね、天秤持ってるでしょ？ね。心身のバランスに気をつけてねって言ったら、仕事と何かのバランスに気をつけてねとかね。あと、時にはね、刀持ってんで、時には厳しいけれど正しい判断も必要だよみたいな、うん、感じだね。加藤さん若干不安定だね。メンタルがちょっと心配ですね。むちゃくちゃ心配っていう、そこまでではないけど、ちょっとね、心配よね。ちょっと頑張って、この一年耐えて、なんとかやり過ごしてほしいなっていう感じ。うん、はい。待ってよ、ここまで小山さんと加藤さんが、ちょっと仕事どころじゃない感が出たんだな。さあ、まっすぐはどうか。タロット占いって、なんか、その時、占ってる最中に何が起きたかとか、なんかそういうのも含め、そういう偶然性も含め、なのね。で、今、この回、撮りながら、すんごいいろんなことが起きてるの。いろいろ編集でカットしてるんだけど、まず、息子が熱出たって言ってきて、今、横で寝てます。でしょ。で、その後なんか保険の電話がかかってきて、追加の保険いかがですかみたいな。まあ、仕事中ですみたいなね、電話かかってきたり、娘が入ってきたり、なんかね、どうしたみたいな感じの、かなりいろんなことが起きてる。回ですね。はい、スバッと出ました。マス、安定のマス、マスしかちょっと
ね、頼れないな、この一年。彼は頑張るよ。すんごい頑張る。もう彼一人の頑張りっていうか覚悟みたいなのが多分グループの覚悟を最初のあれに出たんだろうね。ちょっと小山さんと加藤さんはそれどころじゃない感が出てて、まっすーだけは力強いわ、もうなんか安心しちゃった。あ、よかった。彼はね、まあ過去はね、まあなんか、こう情熱をそがれるようなこともあったけど、やる気をそがれるようなこともあったけど、今はもう、まあね、連帯の、連携のカップの3が政治で出たでしょ？もう3人で自分は頑張る。絶対やりきるみたいな自信があるんですよ。まあ近い将来、ソードの後、まあこれ、まあ虚しい勝利みたいな感じだけど、まあまあ、でも、そんなめちゃめちゃ悪いわけでもないし、で、まあ全体、ここ総合的なところがとにかく安定していて、彼自身がとにかくまあ力強くて粘り強くてパワフルで、うん、なんか周りのこともこう気遣う、優しさ、愛情も持ち合わせてる。まあなんかスーパーマンみたいな人だね、なんかね。強く優しいみたいな、まっすーの立場、まっすー自身。で、環境が原点回帰が出たぞ。マッスを取り巻く環境が、なんかね、原点に帰ろうかみたいな感じが出てる。これなんだろう、ちょっとこれは何に表してんのかちょっとわからないよ。ごめんなさい。で、可能性に上程で最終結論がワードの9でしょ。うん。なんか、そうね。マッスはもう一人でゴリゴリ頑張るんじゃない？加藤くん、辛いか？小山くんも辛いか？僕は大丈夫だよ。頑張るからね。みたいな、なんか、一人でなんかゴリゴリ三人分、すんごい根性で、三人分とも言わず、なんか十人分くらいの根性で、物事を進めて、頑張りそう、奮闘しそう。今日ペンタクルのクイーンがめっちゃ出るね。本当に。対策注意点、マッスの対策注意点は、そうだなぁ。みんなのお母さんみたいな人でいてねって言ってるのかな、なんか。もう、あなたが頼りだよみたいな、今年のこの一年の、うん。精神面でも仕事面でも、あなたが頼りだよ、メインだよみたいな。みんな引っ張ってって、みたいな。かつ、お母さんみたいに包んであげて、みたいな。まあ、なんでも屋さんみたいに、もう、すべてちょっと頑張ってね、みたいな。マッスだけスーパーマン的な感じが出ちゃった。頑張れ。あ、で、加藤さんの点数はなかったね。加藤さんもね、低いよ。なんか不安、20点くらいで不安定だもん。マッスだけ100点くらい。うん。だから、そうなの。100点のマッスが、大丈夫、みんな辛そうだけど、僕は頑張るよ、みたい。安心してね、みたいな。なんか常にみんなを励ましながら引っ張っていきそうです。はい。以上になります。いかがだったでしょうか。頑張れ、ニュース。頑張れ、みんな。じゃあ、じゃんけんいきました。まーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。